すっげえ飲み方どういうことこれ。あ、いいもんじゃあグーちゃん待ってますし、やりますか。じゃーん、ドギーボックスじゃあまーちゃん、ドギーボックス来たよ、また今月もね。よし、じゃあ開けていくかな。うん、よし、今月のドギーボックスは何でしょうか。ドド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 ド、おお、グーちゃん開けたドギーボックス今月はね、4月号何が入っているでしょうか。おもちゃを見てテーマを当てます。はい、こちら、なんだこれ、なんかかわいいぞ蜂だ、蜂、ちょっと見してね。まず蜂さんですね、これはね、もちろんピー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 言うやつね可愛い。こっちは多分あれだよね、あの蜂蜜入れる壺みたいな感じかな、多分。で、あ、ちょっとナッツ出てくるぞ。おおおお、なるほどね、こういうギミックがあるわけね。ここに鳴るやつがあって、ここにおやつを隠せるんだね、きっとね。ほら、はい、じゃあね、あげるよ。はい、どっち、はい、好きなの取って、好きなの取って、グチャこっちか、グチャこっちか、グチャこっちか、グチャ、うん、よしよしよし、なぎこの野郎、なぎ、なぎ、気に入った気に入ったか。あ、マギが突っ込んできた。あ、お、お、ハチの取り合いだこれ。お、取られた。あ、何、お、マギおめえ人のがいいんだな、これ。ほら、あ、その間にハチ取ったお、グーちゃんの作戦勝ちだねはい、やっぱりね、蜂と蜂の巣だったね。うん、蜂の巣なんだ。あ、蜂の巣だこれ、蜂の巣だわほら、すごい蜜が飛び出してる蜂の巣。ほら、蜂の巣なんだね、壺じゃないんだ。ブーン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 っていうね、俺ブーン。痛い、マギ、たまに噛んどるぞ、パパの手を。俺、待て、え、グーちゃん、そろそろあれやるかね、あれやる何、グーちゃん、あれ欲しいんでしょ。わかったわかった、よし、グレン君お待ちかねの、え、あれやりましょうかね、おやつの時間よいしょ、おやつこれ、マギ、おしわりば、おしわり、おしわりなんか変な顔するな、マギ、おめえ、なんだこの顔。じゃあまずはこれからいくか、ふわふわソイフレークふいっ、お座りして、あ、俺こね、待てよ待てよ、待て、マギ待てわ、待てわ、ぐちゃまちゃん、よし、何よ、はい、美味しかった。はい、次行くよ。次は、でーん、こちら、鶏ささみ細切りだって。グーちゃんマーちゃん、ささみ好きだもんね。うん、これ絶対好きだわ。よし、待てよ、待て、よし、ほら、めっちゃうまそう、これ。うまそうじゃん、グーちゃん見に来た。いかんいかんいかん、お座りしてください犬が、お座り、お座り、ぐーちゃんもお座りで。おまわりしてる、もうおまわりしてる。ちょっと待って。待ちきれ、待ちきれない。ちょっと、ちょっと待って。せっかくだからね、君たち、新しい君たちの技を皆さんに披露しようじゃないかと思います。いくよ、ぐーちゃんまちゃん。連携技だ。ぐーちゃんまちゃん。甘い、やはりかぐーちゃんまちゃん、ダブルスピン。めっちゃ美味しいかい？美味しかった。
じゃ続きましてですね、こちらです。じゃん。はい、本当はですね、減塩カツオスライスが入っているはずだったんですけど、グレン君がね、魚系のおやつが苦手ってことでですね、代わりにこちらが入っておりました。うまレバーですね。食べようかな、ぐーちゃんまちゃん。うまレバー食べるか。よし、よいしょ。はい、待て、お座りよ、ぐーちゃんまちゃん、お座りよ。待てよ、なんだそれ、マギ、なんだその二人とも真剣な顔して。ダメ、生まれば。あ、美味しそうです、これも美味しそうですね。さすがドギボさん、毎回クオリティが高い。ぐーちゃん、待てよマギ、待て、落ち着け。待てよ。よし。おいしいかい、ぐーちゃん。うん、おいしいかい、ぐーちゃん。マギも来た。マギもうめえか。ということでおやつはこれで終了です。また食べようね。わかった。また食べようね。うん、はい、ぐーちゃまちゃん、あと何が入ってる？何が入ってる？何か入ってるか？あ、これだ。お、なんだこれ。お、シャンプーだって。シャンプー。はい、ちょっと見てみよっか、ね。こんな感じで。ハーブだったらね、お、すごい。かわいい。へぇ、匂い嗅いでみていい？なるほど、高そうなシャンプーの匂いがしますね。ワンちゃんパパ使えんじゃないの。じゃあちょっと後でね、散歩行くんで、うん、散歩行って足洗うときにこれちょっと使ってみるかね。ね、ぐーちゃま、うん、ね、やってみようか。よし、じゃあぐーちゃん手洗うか。今散歩行ったんで手が真っ白、ほら。手が真っ白だね、ぐーちゃん。洗うよ。よし、ぐーちゃん。よし。よし、オッケー。綺麗になったね、ぐーちゃん。よかったね。いいね。うん、これあれだね。持ち運びにいいかもしれんね。うん。旅行とかこれ持ってこうか。